それでは、キングダム、カム、デリバランスチュートリアル動画4回目を始めます。お送りするのは絆あかりです。今回は、ゲストにゆかりさんに来てもらったよ。こんにちは、ゆずきゆかりです。前回までは、2月15日にアップロードされた機械翻訳を使っていましたが、今回からは、2月21日にアップロードされた日本語化プロジェクトの和訳ファイルを使っています。和訳進捗はまだまだだけど、メニューやダイアログが和訳されているのが大きな違いです。今、ヘンリー君が、抜き身の剣を持ったまま出てきたので、女性がびっくりしていませんでした。ぶつかっただけだよ。だけど、街中で剣を抜く必要はないので、収めておくよ。というわけで、ロバート京都の会話スタート。あれ？始まらないよ。たまに、会話前のロードがやたら長いことがあって、ちょっとテンポ悪いですよね。今後のアップデートに期待だね。アップデートかかると、日本語フォント入れ直すのがめんどくさいんですよね。You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal?Sorrow is easier to bear on a full stomach. ちゃんと意味が通る日本語だったよ。これが日本語化プロジェクトの威力です。ではキッチンへ向かおう。ちなみにこれが空腹アイコンで、こっちが睡眠アイコンです。眠気が増えていくと、デバフはもちろんのこと、ヘンリー君のまぶたが閉じるように、一時的に画面が暗くなるよ。どうやら、ディヴィ司教の奥様がいらしていたみたいですね。You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been... 熊と空腹に何の関係が、ボヘミア地方にはそんな感じのことわざとかあるのかも。Here you are, then. Eat your fill.And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. 優しい奥様でよかったです。ちゃんとした寝具で寝ないと、体に影響が出ますからね。これはありがたい心遣いです。硬いところで寝ると、体が痛くなるから重要だよね。Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off your clothes. 汚い靴言われちゃいましたね。基本泥道だし洗ってないから、しょうがないですよね。操作できるようになりました。早速食事をとりましょう。そういえば、この鍋の中身って何ですか？テーブルに、ボゼナさんが鍋の中身をよそってくれたお皿があるので、それでわかるんじゃない？しかし、鍋の中身を食べても、空腹アイコンの4分の1しか回復しないのか。お鍋の中身は、すりつぶしたレンズ豆を煮たものでした。これって味ついているんですか？塩ぐらいは振ってると思うよ。ゲームに話を戻して、空腹が収まらないので、品質が下がり始めた食品アイテムを食べていくよ。インベントリ画面の空腹アイコンはこちら。ちなみに、他のアイコンの意味はこんな感じ。装備品も細かく分かれていて、組み合わせを考えると、結構バリエーションが出てきます。装備品については、また後で話するよ。食べ終わったので、ロッジのベッドへ向かいましょう。空腹時に一気に食べたので、血液が胃に集中して、さらに眠気が増しそうだね。そのあたりは再現されていないので、大丈夫でしょう。結構明るいので、まだお昼過ぎぐらいなのかな。馬が並んでいますね。バグがつきっぱなしですが、これから使うのかな。盗み判定がついてないため、どうやらこの子が、ヘンリー君が乗ってきた馬みたいですね。ヘンリー君が眠なので、ベッドへ向かいましょう。こっちの扉は鍵がかかってますね。ここが夫人の言っていたロッジのベッドだね。では、いいキーでベッドに腰掛けてっと。ロバート今日から靴脱ぐように言われたので脱ぎますか。これでよし。
では寝るとしますか。辛い目にあった時は寝た方がいいよね。こんな感じで寝る時間を設定できます。もう19時なのにあんなに空が明るいのか。夏至とかなんですかね。あれ、途中で止まっちゃったよ。イベントとかじゃないんですか。Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. ロバート、今日は部下には厳しそうな人ですね。職務に忠実って感じなのかもしれません。ノック音、こんな時間に誰だろう。ご婦人自ら夜の来訪とか普通な気がしません。違うゲームならキャラ攻略が進んでいることを表すイベントだね。当時の倫理観的に人妻が成人男性の部屋に一人で来るとかどうなんですかね。貴族なのである程度は倫理観厳しそうな気するけど。この頃のワインって保存技術が未熟で賞味期限短そうですね。コルク栓がついた瓶が17世紀頃から出始めたらしいので、このゲームの15世紀頃だとどうなんだろうね。優しいご婦人ですね。やましい想像をした人は反省です。Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal.I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. 話を続けるかどうかですか。話せば、何かしらの情報は手に入るかもしれませんよ。そうですよね。しかし、会話の場面転換が遅いですね。裏でいろいろ読み込んでるっぽい。だが、攻略対象ではないので、話す気はないを選ぶぜ。両親が殺されたショックがまだ残ってるので、一人にしてほしいよ、オーラ。I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzik.And those who managed to take cover are still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. What is to become of us? God alone knows. True, lad. God alone knows.I should go. 君は諦めたみたいだね。ヘンリー君を攻略するにはまだいろいろ足りないところがあるようです。 Good night. Good night, ma'am. これはヘンリー君の夢？
びっくりしたロバート教ですか。いきなり起こされればそりゃヘンリー君もうろたえるよね。スカーリッツの方から何かの一団が来ているみたいですね。敵かな。敵の野獣だったら動画的には見えにくいので微妙な気がします。ゆかりさん、そっちの本派スタッフさんがガンマチ上げてくれるから大丈夫だよ。靴脱いだままでしたね。靴履いてから向かおう。そういえば裸足で外歩いたら何回影響あるんですかね。そのあたりはまだ試したことがないのでよくわからないよ。ダイアログにある松明を取りました。ナイトホークポーションとかの暗視アイテムがあるんだね。ブルーベリーとかが入っているポーションかな。松明を装備するよ。なんか空腹状態ですね。ヘンリー君は食べ盛りなのであれぐらいじゃ足りないのかな。少し食べてから行こう。食べ終わったので移動です。松明から出る黄色い明かりがなんかいいよね。動画的にこれで見えてるかちょっと心配です。2人の衛兵が何か喋ってますね。片方の人は戦いになった時の心配をしてますね。話が終わったみたいなのでロバート卿のところへ向かいましょう。動画だと分かりにくいですが今雨が降っています。人が集まっていますね。ディビッシュ卿がいますね。ではロバート卿に話をしてみましょう。 What's going on? 麻薬が微妙な場面ですね。 I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmurg in the night?Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Scalax. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Scalax to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. ロバート卿の話だと、スカーリッツの城はまだ落とされてないみたいだね。Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right.Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions!ラシック卿がここにいるってことはスカーリッツから逃げてきたみたいですね。ラシック卿は雨に紛れてスカーリッツの城から脱出したみたいだね。I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest.When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tumber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you.ラシック卿がいなければタルンベルクは攻撃されないとか。ラシック卿はジキスムント側と何かやらかしたんですかね。
You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Scalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. 夢で両親から助けてくれって言われちゃったからね。仕方ないね。I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir... Quiet! I'm sorry about your father. But getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here. バルテクのハベルとかダークソウルかな。話しぶりからなんかの伝承なんでしょうね。I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend. And good fortune. Give my regards to Sir Hanish. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! スカーリッツの城にいた人たちはラッティまで逃げるみたいだね。Nigel has triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Scarlet's people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood?あれ、みんな返事しませんね。What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid! And don't worry, I'll tell the men to relieve you later.見張りというかその場での待機方法は近くの衛兵に話をすれば教えてくれます。Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. T キーを押すと、その場で待機する時間を決める画面になるよ。とりあえず3時間待機してみるよ。なんか起きましたね。慌ただしくなってきたよ。ジキスムントの軍が来たのかもしれない。こんな朝からご苦労なことで、ここから約5分間のムービーが入ります。メインストーリーはムービー多めだからね。仕方ないね。あれはスカーリッツを襲った一団ですね。向こうの狙いはラジク教だから攻撃してこないと思うけど、とはいえとも、あれだけの軍隊が近くに来たら緊張しますよ。神様に祈りたくなる気持ちもわかります。See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise.I don't think he will set his heathen dogs on us today. こう見ると、タルンベルクの城って低いところにあるんですね。もともと平地だったのを掘って高さを出した感じなのかな。親の仇が目前に来たので、憎しみを抑えられないヘンリー君。昨日の今日だから、そりゃ感情も高ぶるよね。I am Sir Mark Vart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia.Who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV.
restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Scarlet's mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Scarlet's. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king, then, that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg, and that he has your loyalty? Sir Ratzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. この赤巻家の人は誰なんですかね？ジキスムントよくわかりませんよね。戦闘は回避されたよ。ヘンリー君がまた追われなくて済みましたね。My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. なんか、この二人、老練な感じが出ていいですよね。できれば、あんな感じの渋いおじさまキャラでプレイしたかったな。今後のマッドに期待だね。このオーリッツが親の級なので、顔をしっかりと覚えておこう。多分、メインクエの一つに、敵討ちとかありそうだよね。といった感じの動画でしたが、いかがだったでしょうか？今回は、日本語化プロジェクトで作成された日本語ファイルを適用したので、今までのものと違って、かなりストーリーがわかりやすくなっていると思っています。とはいえども、日本語化プロジェクトはまだ途中なので、これからもっと良くなるでしょう。回を重ねるごとに動画再生数が落ち込んでいる原因の一つがこの和訳部分と思っているので、これで改善できていると良い感じです。私の立ち絵の作者様から動画広告していただけたので、頑張らないといけないですからね。今すぐコンテンツツリーをチェック。次回の動画は、ヘンリー君がタルンベルク城から出ていくまでになります。城の出方もいろいろあるみたいで、そのあたりをお送りする予定です。それでは、この動画は絆あかりと、ゆずきゆかりでお送りしました。次回もお楽しみに。